グレンガリー帽ーは、スコットランドのグレンガリー一族に由来するフェルトやウールでできた、縁なし帽の一種。スコットランドハイランダー兵の軍帽として有名。別名をグレンガリーボンネット、ボネトビラヒソの原型は1794年に、グレンガリーのアラスデアラナルドソン・マクドーネルが、考案したとされる。1805年に、スコットランドコーチのグレンガリー渓谷に住む氏族が、 一族の目印として被むるようになったものが起源と言われる。グレンガリーはツイードの名産地として知られ、ウール織物で有名な地方でもある。フェルト、もしくはウール織物を全部が高く後部にかけて徐々に低くなる船型の円な脂肪に仕上げたもので、クラウンの中央にセンタークリースと呼ばれる深い溝があり、折りたたみ可能。生地が柔らかく、 帽子を中心から二つに折りたたんでベルトなどに挟むことができる。円は革でパイピングされ補強されているが、式典用のものなどはシルクでパイピングされることがある。ギャリソンキャップとウリ二つの形状だが、グレンガリー棒ーには後ろに、ストリーマーと呼ばれる10センチ程度の飾りリボンが縫い付けられていることで識別可能。携帯性に優れることから、ハイランダー兵の軍棒となり、 第一次世界大戦を通じて、各国で軍での略防として改良され、ギャリソンキャップへと派生した。日本には明治期に紹介され、工部大学校は初期に、このグレンガリー防を学防に制定していたことがある。ありがとうございます。